viva サザエさんに出勤。日曜スペシャル第1弾。これから夏にかけて、てんでんむしむしカタツムリ、お届けいたします。手遊び歌が大好きなのである。1たす1はなーに、交番の煙突プンプン、100わる20はなーに、数字の5にプンプン、くららラクララン、ゴゴジラ、最初はグー、じゃんけんぽん。たまご。6歳、9歳、11歳。シニアの方まで楽しく学べます。猫踏んじゃったもん。猫じゃらし。お猿の好物はバナナ。熊の好物は蜂蜜。ウサギの好物はキャベツ。人当てクイズに人口の少ない県は鳥取県だと昨日も。小学校の女の子は社会科の授業で教わったそうでござる。イギリスの人はロンドン。
オランダの首都はアムステルダム。スコットランドの代表的な楽器といえば、パオーパパパパーバグパイプ。沖縄琉球の代表的な楽器といえば、三線。琉球の音階。中国といえばドラ、ドラ焼きのドラ。西遊記の世界で出てきそうなトラ。今度はインドネシア風。インドネシアといえばジャカルタ。インドネシア、蛇が出てきそうな蛇使いの音階。日本風しっとり大和なでしこ音階。よく象さんや夕焼け小焼けなどは主音から数えて4と7の音を抜いて弾く夜な抜き音階というのがありますが、まさに主音というのは根音と書きます。主音から数えて4と7の音を抜いて弾く夜な抜き音階。陰線譜と言います。アラブ風、アラブ世界の石油王がターバンを巻いている、そんなイメージの曲です。オクターブで練習すればいろんな曲が弾けるようになるのである。先生もミスや間違いを重ねて初めてできるようになります。ムシムシ暑い時はリラックマリラックマ、一緒に柔軟体操や屈伸運動を楽しんで、肩や手首の力を抜いてリラックマ。お化けだぞ、お化け屋敷だぞ。一緒にもぐらたたきを楽しんだり、ゲーム感覚で楽しく学ぶことも大切になっていきます。それではまた。